皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー、ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招きインタビューを行っています。ということで、今回も、ゲスト会になります。そして今回はですね、ロンドンでデザイナーとして活躍している、サリさんに来ていただきました。今回はサリさんに、ロンドンに来た経緯など今までのキャリアをですね、聞いていこうと思います。サリさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。出ていただいてこれとんでもないです。お呼びいただいていやいや光栄です。本当にもともとお会いしたのは 3,4 年前で、でね、ちょうどひょんなことから3週間前ぐらいに久しぶりにまたお会いして、そうですね、久しぶりで、ですよね。でまたちょっとお互いにすごいなんか漫画がすごい好きで、でそれでちょっと意気投合してこうやってちょっとお話しさせていただいていることなんですけども、お世話になっております。あ、いや全然全然何もしてないんですけど、でもお互いにねデザイナー同士ということで、いろいろそういう話もできるっていうことで、今回サリさんにねこういう形で出ていただくっていうことになったんですけど、ちなみにサリさん今ロンドンでどんなことをしているのかとか、はい、簡単に自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、なんか、そう収録前にちょっとすごい緊張されてるって思ったけど大丈夫ですよ。はい、すごい緊張していますけれども、はい、そうですね、私前は法律事務所でちょっとパラリーガル的な感じのお仕事をしていたんですけれども、永住権が取れまして転職してから e コマースでデザインの仕事をしています。ウェブサイトのバナーを作ったり EDM エレクトリック DM を作ったりなどしています。ありがとうございます。そもそも多分聞いたことなかったと思うんですけど、サリさんがイギリスに来たきっかけとかって いつ来たっちゃうロンドンって。一番最初に来たのは2010年、ワーキングホリデーで来たんですけれども。最初ワーホリだったんですね。はい、あ、そうなんですね。そうなんです。結構気に入ったのでまた住みたいなと思って、その他にもあちこちワーキングホリデーで住んだんですけれども。あ、そうなんですか。ロンドンが最初だったんですか、ワーホリ。その前にオーストラリアがあります。あ、オーストラリアで行ってからイギリスロンドンに来て、来てでまたちょっとニューヨーク見に行ったりとか。あ、そうなんですね。もしてたんですけれども、あとカナダとドイツもワーキングホリデーで行ったんですが、やはりロンドンが一番いいなと思って。あ、体に、自分の体にこうフィットしたというか。そうですね。なのでまた帰ってきちゃいました。それ帰ってきたらいつ何年だったんですか。帰ってきたのが2017年で7年ぐらい前です。あ、そうなんですね。あ、じゃあ2010年から2年間イギリスにいて、それからいろいろ転々として2017に帰ってくるとき、ビザどうしたんですか。たまたまお仕事のオファーがあったので。あ、そうなんですね。はい、すごい。まあでも5年大変ですけどね。あ、そっかそっか。そのこっちに住むためにその法律系のお仕事としてビザを出してもらってこっちに来られたってことですか。はい。でもすごいですね、イギリスにいないのに日本からそれはその仕事を取ったってことですか。そうですね、まあ、たまたま。はい、すごいですね。そうだね。あ、そうだったんですね。でもその中で一番どうしてイギリスが良かったの。イギリスが面白いのは、イギリスが、まあ、ロンドンですね。多分イギリスは地方だと違うと思うんですけれども、ロンドンが一番外国人として住みやすい街だなと思いまして、あ、すごいメトロポリタンな街で、いろんな人種の人がね、いっぱいいますもんね。いますし、まあ、ほぼほぼ、まあ、普通に生活しててそんなに差別とか あからさまに受けることってそんなにないんですけれども、うん、大陸のヨーロッパの方に行くと全然違いますし。あ、そうなんですか。ドイツとかって、それは知ってた。そうですね、やはり、まあ、特に田舎の方は、まあ、それはイギリスも同じと聞きますけれども。確かにロンドンがちょっと特殊ってところはありますよね。特殊ですね、すごい特殊なところだと思います。そのだってイギリスなのにロンドンは第一言語が確か今わかんないけど1位が中国かポーリッシュですね。
もんね。そうなんですか。そうそうそう、ニュースで一番使われている言語は、いや多分まあそれだけ人が多いというんだと思うんですけど、中国語か、ポーランド語が多分1位だったんですよね。今わかんないけど、確か 2,3 年前は確かそうだったんですよ。英語じゃないんですよ。意外ですね。でもなんか他の言語にしてもベンガリとかヒンディーとかかなと思いました。あ、確かにインド人も多いですもんね。確かに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 。そんなに、まあ、ポーリッシュの方も多いですよね。多いそうですという感じで、まあ、じゃあそういうところが気に入ってイギリスに来られた。そうですね。なるほど。そういうことで、まあ、今日ちょっと、まあ、どんな話かというと、まあ、そうやってね、サリさんイギリスに来られたということなんですけども、サリさん何話そうかなみたいな話したときに、サリさんすごい旅行がねすごい大好きっていうことで、なんかいろんなちょっと変わった旅行をされてるって話、それのちょっとお話をせっかくなんで、前回ちょっとお会いしたとき聞けなかったんで、この収録用にね撮っておこうかなと思って、ちょっとわざとお聞きしなかったんですけど、はい、ちょっとね、旅行好きのサリさんにちょっとそのなんか一番思い出のある旅行をちょっと教えてもらっていいですか。一番思い入れのある旅行、思い入れっていうか、そのなんか前回お話してたそのなんかすごい面白かった旅行みたいなされてたじゃないですか、なんかあるみたいな。いっぱいありますけれども、2001年からもう20年以上あちこち行ってまして、一番最初に2001年に陸路でユーラシア大陸に一周したんですね。ユーラシア大陸ってどこでした？一応これもなんか微妙なんですけど、ユーラシア大陸ってちなみになんかあの英語で通じない気がして。ユーラシア大陸ってあのロシアとかってことですか？あの大陸ですね、あのアジア、まあ、ロシアとかヨーロッパとか、あの塊がユーラシア大陸か。そっかそっかそっか、そうですよね。なんか日本では普通に通じるんですけど、英語であれ通じない気がして、はい、ユーラシア大陸みたいな、ユーラシアアイランドみたいな感じですか？言ってもね、なんか理解されないんで、あんまり一般的な言葉じゃないかなと思ったんですけれども、なるほど、印象的でしたね。それを一周したんですか？大体、まあ、変なルートだったんですけども、はいはい、船で中国に渡って、でそこから中国からチベットを抜けてアジアに行きたかったんですが、なぜか中国のガイドブック持ってくのを忘れて、おー、はいはいはい、船の中で気づいたんですよ。その頃まだ ネットとかなあれ、あ、ないですもんね。もちろんないです。なんもないですもんね。なんもないです。インターネットカフェに行かないとないので、そうですよね。あ、もうこれ積んだわと思って。中国のどこ行ったんですか？最初上海に。あ、上海、はいはい、なるほど、はい、船で着いたんですけども、はいはい、でまあ、そこからたまたま北京に行く人が船の中にいたので、うん、一緒に連れてってもらって。マジっすか？先輩の旅人に いきなり上海から北京に行ったんですね。そうですね。行って、でそこからシベリア鉄道に乗ったんです。あのロシアのシベリア鉄道。そうですね、モスクワまで7日間乗りっぱなしなんですけど。マジっすか？え、どっから出るんですか、シベリア鉄道って？北京からですね。北京から出てるんですかねって、そうなんだ。ルートがいくつかあって、まあ、ウラジオストクに行くものもあるんですけど、南に途中で曲がって。ウラジオストクって名前はよく聞きます。ウラジオストク大事なんで、ウラジオストク大事なんで。7日間でずっと鉄道乗っていくんですか？ひたすら乗ってるんですよね。それって時期的に冬なんですか？5月、4月の終わりか5月だったんですけども、寒いのでロシア人、あの 駅に泊まると寒いです。雪も降ってますし、普通に段ボールにアイスクリーム入れて持ってきますね。あの保冷剤とかなしで売りに来ます。というかアイスが売ってるんですね、寒いのに。そうです、寒い。まあ、マロージュなって言って、ロシア人アイスクリーム大好きなんで。はいはいはい。あ、そうなんですね。電車はまあ時間決まってると思うんで、まあ来ると近所のおばちゃんとかがなんか物売りに来るんですけど。はい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 、はい、まあ記念販売みたいな感じですよね。まあ、そうですね。まあ段ボールに入ったアイスクリーム。はいはいはい。持ってきたりするぐらいにはそんな高くないです。でそこで7日間かけて。モスクワまで行ったんですか？そうですね、ロシアのビザ、通過するビザしか持っていなかったので途中で降りられないというか。そうそう、ロシアってビザが必要なんですよね。めちゃくちゃ厳しいです。バウチャーとかいろいろいるんで。ですよね。じゃあ入るときはビザを買ったんですか？その検問みたいなところで買いました。あの北京の
ロシア大使館はいはいはい、に行ってその通貨用のビザをもらうんですけれども、はい、その乗ってる7日とプラス確か3日とかしかもらえなかったんで全部で10日以内に出国しないといけないっていう。そんな早くそんだけ取ったの。そうなんです。厳しい。なんでもめちゃくちゃ急ぎでも全然ロシア見れずに。じゃあほんと、もうほぼずっと鉄道乗ってたんです。ずっと。そうですね。途中で降りるのはそのホテルのために降りたみたいな感じですか。途中で降りてないです。そのままモスクワまで行って。じゃあその電車の中でもう寝泊まりしてるってことですか。そうです。多分全席、まあ、一番安い車両を買ったはずなんで、はい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 、はい、おそらく全部の部屋がのプシェットっていうか、まあ、寝台になってるんです。はい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 。あ、全席が寝台になってるんだ。おそらくあれ全部がもう寝台になって、昼間はあの椅子上げて座れる形になってるんですけど。めちゃくちゃ面白そうですよね。いや、もう二度とやりたくないですけどね。そこで友達とかできるんですか中で。だってその頃ネットがないじゃないですか。ネットないです。何してるんですか、シベリア鉄道の中。めっちゃ面白かったですけど、ロシア人一生ウォッカ飲んでて。あ、なるほどね。もうずっともう飲んで、まあ、飲むしかない、まあ、はいはいはい、まあ、そりゃそうなんですけど、はいはいはい、カードゲームしたりとかしてて、はい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 、中国人のビジネスマンもたくさんいたんですけれども、みんな一生ラーメン食べてましたね。ものすごい大量のあの缶に袋麺、うん、カップ麺みたいなの持ってきてて。作ってもらうんですか、そのなんかどっかのキッチンで。ですね、シベリア鉄道ってロシアの電車なんでサモワールついてるんです。サモワール給湯器。あ、給湯器、はいはい、はい、ロシアの伝統的なあれなんで。なるほどなるほど。電車に絶対それがついてて、まあ、お湯が使い放題なんで、はい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 、ひたすらそれでラーメン食べてましたね。マジですか。びっくりして。途中で泊まるのはもちろん泊まるとこあるんですよね。そうですね、途中何箇所だろう、7箇所10箇所で7日間かけるのに10箇所しか止まらないですか。大きい駅止まるんですか。例えばイルクーツクとか。あ、全然大丈夫ですよ、そんな詳しくは。全然大丈夫大丈夫です。何箇所かは止まるんですけどね、大きいところ。はいはいはい、まあ、ビザがあれば全然降りて探索も可能ではあるんですが。あ、まあでもモスクワにとりあえず行ってしまえと。行ってしまえと、とりあえず時間もないですし。時間ないから。すごいっすね。やってみたいな、北京からそれ。僕途中で降りた方が絶対楽しいです。田舎はすごい良さそうでした。めっちゃ綺麗で、まあ、途中で飽きるんですけどもちろん。でも本当ガチでサリさん7日ずっと乗ってたんですね。そこでね、ずっと乗ってましたね。それってホテルみたいにそのマットを変更変えるとか。あ、ないないです、ないです。マジっすか。まあでもトイレ、お風呂はあるんですよ、ね、あ、お風呂ないです。あの一番安いクラスやばいですよね。マジっすか。多分あれ一番、人生で一番長くお風呂に入らなかったのが7日かなと思いますね。いや、バックパッカーでこうなんか洋服とか全部一緒に持っていく感じで行ったんですよね。そうですね、ちっちゃい30リットルのバッグ1個持って、体力ゼロなんで、はいはい、大きいのも絶対持てないので、はいはいはい、1個で乗りました。ちなみに北京からモスクワまでシベリア鉄道でいくらぐらいかかるんですか。全然記憶ないんですけど、はいはい、でもそんな高くないはずですね。おそらく当時も20年とか前ですけど、おそらく150ドルぐらいとかだったのかなみたいな。飛行機とかよりは絶対安くて。安いけど7日間かかるっていう。そうですね。で、僕そういうの好きなんですよ。僕こっちイギリスロンドン行った時に、最初僕オランダ行ったんですけど、バスで行ったんですよ。24時間かけて。結構かかりますよね、陸路やると。でもそういうの好きなんですよね。こうどう、あのなんか陸路を楽しむみたいな。楽しいですよね。ドーバーでね、バス一回降りて。そうとか、日本で僕青春18切符で日本を回るみたいなのしてたんで、それ好きなんですよ、すごく。ただその時代の7日間は結構すごいですね。もう7日のリッパーは避けたいですけどね。シャワールームもないですか。クラスに等級によるんですよね。あ、そっかそっか。お金だけがちゃんとめっちゃいい暮らしとか、まあ、食堂車とかもついてますし。なるほどなるほどなるほど。ものすごい貧乏旅行だったんで。じゃあ景色ももうずっと変わんない感じですか。もうシベリアというか一生死んなんかこの針葉樹林。そうですよね、そうですよね。ツンドラって感じです。そうですよね。はい。モスクワついて、でその後どうしたんですか。そっから船で確か、電車でとりあえずフィンランドに入ったんです。とりあえず EU 入ろうと思って。またフィンランド寒いとこに行くんですね。そうですね、まあでも隣の国で簡単に入れるとこって、まあ、モスクワから近いってなるとフィンランド。でも船じゃないですか。
陸路じゃなくて。それはね、電車で多分出国したんです。すいません。で、その後で船乗ったんですけど。ああ、まあまあそうですけど、船でわざと渡ったんですね、フィンランドにね。そうですね、フィンランド行ってから、そうですね、船で、ちょっと北欧高いのと行ったことあったんで、はいはいはい、そう、もうすっ飛ばそうかなと思って。なるほど、なるほど、なるほど。で、フィンランド行って、その後。で、まあヨーロッパを回ってたんですけれども、ちょっとこれどこまで話していいか分かんない。全然大丈夫ですよ。結構これ NG なやつじゃないですか。NG。 どんなことが起きたんですか。いや別に何もないんですけれども、はいはいはい、まあ、お金ないくて、まあ、ずっと揺れるパスっていうあの青春18切符みたいなやつで、はいはいはい、一生まあ旅行しててヨーロッパ中で、もちろんあの深夜特急に出てくるロカ岬っていうユーラシア大陸の一番西の端って言われている岬があるんですけれども、まあ、そこ行ったりとかして、はいはいはい、まあ、ぐるぐるしてました。その NG は何なんですか。NG 大丈夫かなこれ。野宿してた話なんですけど。あ、全然全然。僕野宿何回したんですか。僕だって本当ですか。めっちゃどこでされてました。え、日本で青春18で切符で回るときは野宿ばっかりでした。本当ですか、はい、で僕はあの大学が山口だったんですけど、そこから原付で四国行ったんですけど、多いな。もう海岸で寝たりとか、広島駅の前 の公園で寝たりとか。やりますね。全然野宿してましたよ、とかあの青春18で旅行した時はあのなんだっけ、またあの京都の一番上のまたのぞき公園ってあるじゃん、あの天の橋立てって。 はいはい、あそこの天の橋立てのとこのベンチで寝たりしてました。全然してました。いや寝ますよね、ベンチ寝ますよね。全然してました。あ、じゃあヨーロッパ もう野宿しながら渡ってたってことですね。自分的には野宿だと思ってはなくてですね、はいはい、一応屋根があるなんか駅の構内とかで寝てたんで。ああ、なるほどなるほど。思ってなかったんですけど、近年になって友達にそれ野宿だよって言われて、まあまあ野宿ですね、確かに。あ、それ野宿やったんやって最近気づいたんですが、1日だけ本当に野宿した日があって、はいはいはい、って感じですね。ああ、全然いいじゃないですか。めちゃくちゃいい経験ですね、むしろ。全然ですよ、もうやりたくないですけど。スイス。でも そこまでしてサリさん突き動かすものは何だったんですか。その頃やっぱ楽しかったわけじゃないですか、実際。そうですね、多分オタク心なんだと思うんですよね、全部見たいみたいな。へ、まあ、若かったんでいろいろ見てみたかったんだと思います。若いし、あのなんだっけ、そのなんですか、お金もないけど見たいっていう心が大きかったんですね。そうですね。でもその勇気もすごいですよね。何もこう予約もせずいきなり出たわけじゃないですか。そうですね。あと当てもなかったんですよね、別にね。全くないですね。それはすごいたくましい、羨ましい逆に。いや、やばい。いや、でもそのなんか日本回るのすごい楽しそうでやってみたくて。全然あれですけど、セーフティーレベルが全然違いますけどね。いやいやいや、いや海岸とか寝るとかめっちゃいいですね。いや、よくはないと思うけど。え、その後ヨーロッパから次は下の方に、アジアの方に、中東の方に行ったんですか。一応まあ一周って言ったんですけど、実はつなぐと一周っていうあれなんですけど、うん、トルコまで行ったんですよ。そのまま。トルコからインドに向かうルートってする人はあんまりいないんですね、うん、逆向きの方が人が多いんで。なるほど。一回インドまで飛んで、はいはい、そこからまたトルコに戻ってこようと思って、まあ、戻ってきで中東回ってまたアジアに戻るみたいな。はいはい。そう、アジアに戻るのが最後のその上海でっていうことなんですか。最後ネパールから陸路でチベット、まあ最初に行きたかったチベットですよね。チベットとか結構行ってみたいんですよ僕も。チベット、今どうなのかなという感じはありますけど。あ、危ないですかね。違う意味で。なんかチベット紛争とかね、よく聞くじゃないですか。結構どうなの、今全然わかんないですよチベットもあって。なんかすごい変わってるって噂は聞きますけれども、まあ、チベット越えてまた中国帰ってでまた船で帰ってきました。え、船、中国から船出てるんですか日本に。あ、そうですそうです。え、マジ知らなかった。どっちか覚えてないんですけど、確か行きし大阪から出たのかな、で帰り神戸に帰ったのか。え、今もあるんですか。 あると思います。え、どれぐらいかかるんですか船で。2泊3日です、ね、ですよね。僕韓国に行ったことあるんですよ船で、あの卒業旅行で友達、長い友達と福岡から
プサンで、それでも確か1日半日かかってるんですよ。おお、あれで半日の距離ですか、プサン、はい、まあ、結構近いですよね。めちゃくちゃ近いです。それでも船だと、まあ、ゆっくりだと思いますけどね、本気出したらもっと早いと思うんですけど、まあ、旅行だから確か半日ぐらいかかって、ちょうど多分寝て起きて着くみたいな感じなんですけど、夜出て200船すごい揺れるんで、あのクルーの人たちももうトイレに引っこもってて、ええちっちゃい船ってことですか船自体大きいんですけど、すんごい揺れるんですよ、あそこの海なんか。あ、なるほど、海の性質上ね。はい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 、乗組員の人も大変そうな感じでした。すごいっすね、それね。めちゃくちゃいい経験じゃないですか、それ。っていうのが最初の、まあ、自分で旅行に行った最初のやつがそれなんですか。そうですね。すごいっすね。はーい、面白い。まあ、そっから海外ハマってしまって、まあ、その時にイギリス行かなかったのもあって、まあ物価高いのも分かってましたし、汚い格好で行くと追い返されると、まあ、入国拒否されるって聞いてたんで。そんなことないと思うけど、往復チケット持ってとかいないと。あ、それはね、それはそうですね、確かに確かに確かに、とか聞いたんで。厳しかったですからね、確かに。ちょっとビビって避けちゃったのもあって、まあ、また後年戻ってくることになったっていう感じですね。何が一番きつかったですか、そのユーラシア大陸横断の旅で。きつかったこと、毎日サバイバルでしたけど。マジっすか、すごい。もうなんか、そうですね、でもすごい楽しかったなと思います。で、今だったらね、それこそ YouTube とかインスタにアップとかできますけど、なんもないわけじゃないですか。なんもないですね、しかもカメラも速攻なくしたんで写真もほぼ残ってなくて。そう、すごい。盗まれたのかどっか置き忘れたのかわからないんですけども、結構前半でなくしちゃったんで。すごい、それは懐かしいですけど。素晴らしい、まあ、それ以来ブラブラしてます。合計一周でどれぐらい期間かかったんですか。それで半年ですね。すっごい駆け足です。半年、超駆け足ですね。それよくお金も持ちましたね。お金はないので、もうパンとかかじりますよね。いや、まあまあそうなんですけど、でも野宿はまあいくつかするとしても、でもやっぱ体疲れてホテルはね、やっぱ泊まんなきゃいけないじゃないですか。大変ですね。大変ですね、まあ、時々泊まってました。一番お金かかるのも移動手段ですよね、やっぱり。もその電車代だったりとか。あ、そうです、一番お金のかかる。ヨーロッパはもうあのユーレールパスを日本で買ってきてたので、うん、あ、それじゃ準備してたんですね、前もってね。もう大体それでフィックス、時々特急料金とかいたりするんですけど。あとあれじゃないですか、今でさえカードで全部払えるからいいけど、あの頃って全部現金じゃないですか。あ、現金です。しかもヨーロッパも EU、 あのユーロじゃないじゃないですか。前国行くたびに返したんですか、お金。両替めっちゃしましたね。ですよね。スイスで野宿する羽目だったのもそれが原因で。あ、そうなんですか。夜中にあの駅が閉まって追い出されて寝ようと思ったらで外出たけど、スイスフラン一銭も持ってなくて。はい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 。で、両替所もないですし、はい、もう水も買えないみたいな。そうですね、通貨がなくてもうしょうがないんで。ですよね。だって今でこそ僕もヨーロッパに仕事でね、出張とか行くんですけど、前はやっぱりユーロに返してたんですよ、うん、今全く現金持ち歩かないですよね。そうですよね、ヨーロッパもう今カードでどこでも行けますもんね。もうカードでなんで、もう現金なんか持ち歩かないんで。だって僕日本に今帰国するときも現金持ち歩かないですもんね。あ、日本円とか持っていかないですよ。もう日本もだいぶ良くなりましたよね。だいぶ良くなりました。いや、それ考えたらすごいですね、本当に。まさかそんな壮大な話だと思ってなかったんで、びっくりした。全然ですけど、まあでもね、まだ00年ぐらいの話なんで、もっと昔の70年代の旅人とかすごいコアですよね。まあ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 、そうですけどね、羨ましいなと思いますけど。これからももう最近旅行はされてないですか、それ。その後それからもずっと旅行してます。あ、してます。今これからなんか行きたいなって思うとこはなんかどっかないですか。この間チケット買ったんですけど、チュニジアに久しぶりに
久しぶりに北アフリカ行こうかなと思って。おー、僕アフリカの方行ったことないんですよね。私も全然ね、エジプトとモロッコぐらいなんですけど。へー、やっぱじゃあ旅行好きなんですね、本当ね。僕も好きですけど、さすがにそこまでじゃ全然。じゃあこれからも旅行していくみたいな感じですか。行ってないところに行ってみたいみたいな。そうですね、行きたいところいっぱい残ってるんで。あ、そうっすか。え、特に今一番行きたいところはどこなんですか。そのチュニジアなんですか。行ったことないけど行ってみたいところみたいな。そうですね、チュニジアも行きたいんですけれども、長年行きたくて放置してるのが中央アジア。中央アジア、ウズベキスタン、カザフスタン、あ、なるほど、キルギス、トルクメニスタン、はいはいはい、が残ってまして、行きたいんですけどね。いやいや、本当にすごい、なんかね、収録前はサリさん、私話すことなんかないですよみたいな話したんですけど、いや全然、めちゃくちゃもう本当に面白い話ありがとうございました。なんでもないです。なんかここで言い忘れたこととか、なんか言わなきゃいけないことまだあります？大丈夫ですか？大丈夫です。今日本当にありがとうございます。いやいや、本当に、いや、めっちゃすごいためになる、ね、話で、すごい面白かったです。いや、全然あのスペシャルな話では全くないんで、ちょっと申し訳ないんですけれども。でもこういう話聞くと、やっぱりこう聞いた方とか、なんか勇気づけられますよね。やれるんだって。だってサイさんのその時ってネットもないし、ネットあるけど手元にないし、ないですね。ねえ、環境が全然違う形でそれ達成できたわけじゃないですか。でも今はね、もっとこう手軽にできるから。そうですね、本当にこうちょっとでも考えてる人いたら、もしかしたらね、行動を移す人も出てくるんじゃないかなと思って、ね、ぜひ行きたい人は行ってほしいですけど、行けるうちに。シベリア鉄道はちょっと興味出ました、それ。あ、ぜひ。面白そう。ぜひ途中の村町で降りて、ね、え、ちょっとでも今ロシアはちょっとあれかもしれないけど。そこなんですよね、ロシア行きたいとこいっぱいあるんですけど入れない。そうなんですか。いっぱいね、中に共和国とかあります。うん、あちこち行ってみたいんですけど、まあ、いつかね、ちょっと僕もシベリア鉄道乗ってみたいと思います。ということで、今回は本当、ゲストとしてサリさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この配信が良かったと思う方はぜひ、チャンネル登録、いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。以上、ロンドンの現場からでした。